甘さは今いいか。実は頼みがあってな。テンプスティとの仲介役を買って出てくれたところ申し訳ないんだが、お前ヨフィさんの連絡係をしてくれないか。大江に聞いているかもしれんが、エスター市再起に向けて本格稼働するに従ってヨフィさんに頼む仕事量がだいぶ増えてきた。今まで以上に綿密にコミュニケーションを取る必要が出てくるだろう。だが一つ問題があってな。今までは担当箇所によって他の奴らが個別に連絡してやり取りしていたんだが、それも面倒なので連絡経路を一本化した方がいいかと思ってな。デザイン室時代に何度かやり取りしたことがあるんだろう。だからお前が適任だと判断した。それにテンプスティの方は大江だけで手が足りそうなんだ。まあそう心配そうな顔をするな。基本的にはこっちの担当者との間に入って連絡をつないでもらうだけのことだ。まあ担当者っつっても基本的には早乙女と港だけだしな。二人から上がってきたものをまとめてヨフィさんとやり取りしてくれ。部分的には他部署の手を借りることもあるだろうから、その時は臨機応変に対応するように。ただ港はともかく、早乙女は感覚的な表現も多いからな。意味がわからんところは本人にちゃんと確認してからヨフィさんに流せよ。そこで混乱すると一本化する意味がないからな。あいつはフラフラと席を外してることも多いから、そういう時は俺に聞け。とにかくわからんまま適当に報告するのだけは避けるように。そうか、助かる。もし何かあったら言ってくれ。よろしく頼んだぞ。おお、甘さお疲れ。お疲れ様です。どうかした？なんか元気がないように見えるけど。
ああ、ヨフィさんか。あなたが一括でやり取りすることになったのよね。彼のことはあんまり気にする必要ないんじゃない？社内じゃ変な人だって有名だもんな。社長以外は顔はおろか声すら聞いたことのある人はいないって噂があるくらいですし。俺も前の部署の時に少しやり取りしたことあるけど、どんな時もメールかチャットでお願いしますって、対面は完全拒否。あの異常に丁寧な文面も距離感じちゃうよな。文章が丁寧なのはいいことだと思いますけど、そもそも仕事ができる人なら対面で打ち合わせできなくても何の問題もないんじゃないですか。でもほら、あかりちゃんの熱意がヨフィさんの心を開くことがあるかもしれないし、粘るだけ粘ってみてもいいんじゃない？だな。まあ過度な期待はしない方がいいと思うけど。そんなこと気にするだけ時間の無駄だと思いますよ。うるさいな、聞こえてる。何？よろしく。で、何？今日話したいことって。そう過ぎた感じ、なんか回りくどくて分かりにくいところもあったし、打ち合わせが終わり次第解析資料を元にシステムを書き換えるから、詳しいことはこの後メールでまとめて送る感じでいい？はあ、結局さ、こうやって後から文面で指差し確認するわけだから通話する意味ってなかったんじゃない？直接喋るなんて
僕にはやっぱり時間の無駄としか思えないよ。で、他に用件は？あれさ、仕様書に書いてある動線が微妙じゃない？自由度が高いとか書いてあったけど、あれじゃ分かりにくいだけだよ。ちゃんと意図があるなら別にいいんじゃない？大げさ。それは無理。わざわざ来てもらって悪かったね。ほんとだよ。そう思うなら次からは呼ばないで。まあそう言わず。久しぶりに元気そうな顔が見られて安心したよ。何それ、おじさんくさ。それじゃあ引き続きよろしく頼むよ。書類の提出は郵送で構わないから。分かった。うわ。まあもう。声出さないで。動くのもダメ。しばらくじっとしてて。こら、おとなしくしてってば。別に取って食おうとか思ってないから。あの人たちがいなくなるまで、このまま。はぁ。やっといなくなった。さすがにもう違いますって言っても説得力ないか。場所変えよう。ここじゃまた誰が通るかわからないから。
これとこれと、あとこれも。ほら、君も早く決めて頼んだよ。お察しの通り、僕がヨフィだよ。ねえ、どうしてあの時僕だって思ったの？こないだの打ち合わせだって声加工してたでしょ。信じらんない。なんか君と話していると頭が痛くなってくる。ああ、今日はお宅の社長と契約関係の話があって仕方なく来たんだ。あのおじさん、こういう時じゃないと会わないんだから、少しだけでも顔出せってうるさくて。基本仕事以外で人と関わるのが嫌だから極力誰にも会わないようにしてたのに、今日だって昼休憩で人が出歩き始める前にさっさと帰るつもりだったんだ。エスタリオ社員と対面で話すなんてこれが初めてだよ。あの場であれこれ追及されるのが面倒だったからつい勢いで連れてきちゃったけど。っていうか、やっぱりそもそもリモート打ち合わせを OK したのが間違いだった。そもそも直接会いたいとか言い出すからそれよりはと思って仕方なく。ちょっとうざいからジロジロ見ないで。言いたいことあるなら言えば。あ？そんなの後でメールで聞いて。君ってほんと真面目だよね。メールの文面は丁寧で低姿勢なのに、バグの指摘はやたら細かいし。まあ、別にいいけどさ。お待たせいたしました。注文のものお揃いですか？ではごゆっくりどうぞ。あ、ナポリタンってピーマン入ってるんだっけ？写真で気づけばよかった。だからジロジロ見ないで。っていうか、君もさっさと食べれば冷めるよ。真面目に答えないかもだけど、それでもいいならご勝手に。本名？じゃあヨフィオかヨフィ太郎。何？不満？真面目に答えなくてもいいって言ったのはそっちでしょ。
年は28。そうだよ、文句ある？嘘じゃないって。よく年の割に若いって驚かれるよ。いや、何なのその質問。お見合いでもしてるつもり？ケチャップ？どこ？この辺？いきなり何？信じらんない。ちょっと年上だからって勝手に子供扱いしないで。当たり前じゃん、本当は19だよ。4つも下ってたかが4つでしょ。年上ぶらないで。そんなことよりさ、初対面の男にあんなことするとか、君の思考回路はどうなってるの？っていうかバカなの？セクハラで訴えられたいの？素直でよろしい。もういいからさっさと頭上げて。まあ僕が袖で拭おうとしてたのも悪かったし。じゃあ君にはさっきのお礼にこれをあげよう。だってほら、君ってピーマン好きそうな顔してるから。苦い野菜、君は好きだよね。君も十分子供じゃん。でもほんと、ピーマンとかゴーヤとか春菊とか、あんな苦いもの食べる意味がわかんないよね。やっぱり返して。うるさいな、突然食べてもいいかなって気分になったの。半分こ。別に君がそうしたいならいいけど。やっぱ無理、まずい。もうおかしい。さっきの仕返し。
何そのアホ面。人の世話を焼く前にちゃんと自分も気をつけたら。まだ口の中苦い気がする。口直しにデザート食べようかな。チョコパフェにする。ほら頼んで。じゃあね。お！ちょっとやめて。くすぐったいから舐めないでってば。ねえどうしたらいいのこれ。見てないで助けてよ。ご迷惑をおかけしてすみません。あの、大丈夫でしたか？怪我とか。平気。本当にごめんなさい。それじゃあ。はあ、やっと行った。嫌いっていうか、接したことがないから、どうしたらいいかわからないだけ。小さい頃は気管支が弱くて、喘息の発作が出るかもしれないからって、両親が遠ざけてたし、そのせいか、動物には近寄らないのが当たり前みたいになってて、これまで触れ合う機会がほとんどなかったんだよね。昔の話だよ。今はもう人並みに生活できるくらいには元気。っていうか、時間大丈夫？もしかしてブラウザの問題かな。画面共有して見せて。
なるほどね。それで開くとバグが出るのか。了解。今のところも直してまた連絡する。はいはい、どうも。それじゃあ、ちょっと待って。あのさ、確かにこういう時は文面で長々やり取りするのは効率的じゃないかも。だから認識を合わせたい時くらいなら通話してあげてもいいよ。でも絶対に社内でスピーカーにしたりしないでよ。口調が原因で君に見バレしたの結構後悔してるんだから。家族以外を登録したのって初めてな気がする。見バレしてガードが緩くなったのかもしれない。そもそも打ち合わせの時はボイスチェンジャー使ってたのに。なんだよ、勘でわかったって本当変な人。別に悪い人じゃないんだろうけど。あの人のせいで調子狂わされてる気がする。でももう直接会うこともないか。あの日会ったのは完全に事故みたいなものだったし、仕事で対面する必要があることなんてないし、そう思うと少し名残惜しい気がしなくもないけど。で、そんなわけない。何考えてんだろう。あの人はただの仕事相手だ。それ以上でも以下でもない。連絡先を交換したのだって仕事がやりやすくなるから。引きこもってばっかで仕事以外の話をろくにしてこなかったから変なこと考えたのかも。そうだよ、ただそれだけ。